わかりますか？ジャンシの佐賀。いや本当にありがとうございます。天宝ってなんか役の名前、ね、役の名前だ。うわぁ、これは梨あった、ジュース屋さんに。あ、うん、キュウリとかかと思った。そうではないんだね。梨だ。食材とかも普通のスーパーとかにないやつが結構売ったりとかして、こだわり派な感じなので、結構面白いものが売ってるんじゃないかなって初めて来るんですけど、見ていこうぜ。はい、見ていきましょう。恐竜の卵みたい。ファッションすごくない？ファッションってこんなだっけ？ねえ、こんなんだっけ？初めて見た。もうダメだ、お腹空いてきた。嘘でしょ？え、いい匂いしてる。こんなハッグ用意しに、たらふく食うから。すごい。そう、コスメとか売ってんの。すごいいい香りする。これだ。これ乳液ですね。乳液。ジョージ。ジョージ。え、ジョージ？ジョージだね。どうやらさ、どうやらいい香りがします。肌なじみもすごく良くて、お風呂上がりにぴったりかなって思います。あははは言ってます。乳液。これシャンプーだ。あ、そうだ、私シャンプーちょうど持ってきてないから。確かに。台湾の土着の匂いっていうか、台湾のハーブの香りがするプロダクトですね。すごいいい匂いします。プロダクト。プロダクト。え、違った。台湾の香りが、台湾のハーブを使ったプロダクトです。え、プロダクトって何ですか？すいません、商品っていう意味でプロダクトって使いました。初めて聞いたわ。本当？よく言うじゃん、なんか台湾製のメイドイン台湾のプロダクトですとか。商品ね。皆さん、高田さん、ここら辺全部メイドイン台湾のプロダクトです。はい、ああそういうことか。プロダクト。ミサコがキョトンとする。ミサコ、それがミサコのいいところよ。リップ、リップなんだけど、多分ね、色付きだと思うね、こっちが。そう、この紫草の根から取ってて。素敵。そうそう、手作りなんだよね。1本ね、200円ぐらい。安い。ちょっと試しに買ってみようかなと。そうそう、はじめ。可愛いな、なんかパッケージとかもね。うん、そう、可愛いよね。やっぱオイルプロダクトが。そう、ね。うん、なんか一手間かけた感じの商品のことをプロダクトと呼んでおります。なるほど。はい、このお姉さんたちも完全にプロダクトだから。ひと手間。ひと手間。これ何だ、シャンプー。面白いね、シャンプーっぽいね。え、これ見て、これ見て、これ多分あれだよ、石鹸のカスだよ。石鹸だね。これ、あれじゃない、洗剤。あ、洗濯用とかの。そうなの。これね、間違って床に落として、あ、ホワイトチョコっつってね。やべえ。おー、しみよかったね。日本にないけど効くやつとかないのかな。ね。ね。お、すごい。この面がめっちゃ気になってさ、あ、それはダンベル。え、これいいね。え、合理的じゃん。本当に？すごい。合理的。これ絶対に導入すべきじゃん。合理的な、合理的なやつですこれ。絶対やるべき。海洋深、え、海洋深層水？あ、すごいね、海洋深層水で。海洋深層水といえば我が茶山県の三河市ですけど。お、無糖なのよ、こっち。すごいね。無糖の、多分こういうのないよ。ない。うん、ポテチ美味しそうと思ったけど、ダクさんのここにはたくさんのレイズが。私たちの中にレイズが、レイズがあるんだとは。はい、パイナップルジュースが今、あっちの食で売ってなくて、こういうところに一部ちょっとおろしてるっていうのを聞いたから、それもあるかなと思ったんだけど、なんかなさそうだね。見かけないです。出たらすぐ出ちゃうんだって。え、そんなに美味しいの？うん、ラッチーよ。飲みたい。飲みたいね。うん、それは興味、興味しかない。興味ある。ここにはパンが売っているか、そこに足を踏み入れてはいけないのだ。私には唐揚げがある。唐揚げだ。唐揚げしかないのだ。唐揚げを待っているのだ。唐揚げが私を待っているのだ。おぬし、足を踏み入れたな。
だ。もう私はそれを一回食べたらもう何も何も今美佐子さんの顔をみんなに見てほしい。すごく悲壮感に漂ってるから。唐揚げが、唐揚げ、そう、待ってるから唐揚げがね。何味なんだろう。ベニーベニークイーノーヌードル。そうです。今の方はどうだった？知らない。突然知らない、知らない人がおすすめしてくれた。すすめ、よくわからないから。これあれでしょ、これがあの桑の実で、うん、そうです。ミスが学校の会でみんな言ってた。本当にって、その結果無理に無理が買ったアイスを食べて、どう懐かしい気がする。冷やして食べないからわかんない。強い、ミス強い、強い、その返しができるの強い。うん、味するって私だったらちょっと、うん、いろんなプレッシャーに負けていっちゃいそう、言っちゃいそうなところをミスは、うん、冷やし食べないから分かんないんだよね。これが欲しかった、うん、パッションフルーツのジャム、うん、でこれは無糖のビネガー、パイナップルの、うん、これはね全部こう別の味も2個ずつ買いたいけど重くなっちゃうからね。これ食べたい。唐揚げ食べたい。唐揚げ。やばいね。めちゃくちゃ美味しいよね。美味しかったら踊る。踊るよな。これはうまいんだよ。やばい。